反撃能力保有反対の立憲民主党の鼻先に北朝鮮ミサイル突っ込まれ。各駅のカメラが捉えた映像です。日本海に着弾する直前の映像とみられます。カメラ奥の後方、建物の奥にですね、光を放って垂直に落下している長距離弾道ミサイルとみられる物体が確認できます。垂直に落下していると思われます。韓国軍は北朝鮮が、立憲民主党は党のツイッターで鼻息荒く、政府が示した安保三文書の問題点について一切の具体的説明も国会での議論も国民的合意もないままに、政府がこれまでの防衛政策を大きく転換させる反撃能力の保有、防衛費 GDP 比 2% を記載したことは大きな問題であり、立憲民主党は容認できないとも反対している。そんな気遣いを嘲笑うように、北朝鮮は北海道松前町小島大島西方沖の日本海に弾道ミサイルを撃ち込んできた。日本 EEZ 内領海だ。漁船が操業する海域である。ミサイルが北海道の目と鼻の先に落下する様子がテレビでも流れた。ミサイルが飛び交うイスラエルやウクライナの映像と変わらない。いくら平和ボケ日本人でも身震いが走っただろう。泉健太代表はツイッターで、国連安保理決議に違反し続ける北朝鮮の弾道ミサイル発射に厳重に抗議する。政府は世界の安全保障を揺るがす北朝鮮の行為に米韓など各国と連携し、さらなる対応策について検討すべきときた。敵基地攻撃は国際法違反の先制攻撃にならざるを得ず、反対の立場です。政府の反撃能力も、もし相手国のミサイル発射の阻止を目的とするならば、同じく国際法違反の先制攻撃とみなされるでしょう。これでも立憲民主党や共産党は、敵基地攻撃能力を持ってはならない、対話を進めろと言い続けるか。その証拠に泉氏はさらなる対応策を検討すべき、と言い張る。あんた方、井戸端会議のつもりかい。単純に考えても日本に飛来するミサイルは脅威なのだ。相手から叩かれているのだ。叩き返さなければ叩き潰される。その最中にちょっと待て、話し合おうが通じると思うのか。北朝鮮は日本の交戦極右派。存在するか、党らで結束して差配締めを企んでいるか、と疑うほどだ。野党は深刻な事態回避のために、自分たちはどうするという代案、具体案を示せ。仕方なしに取る反撃能力保有に勝る代案を教えてくれ。お聞きいただき感謝申し上げます。